感じが面白いと思うんで、ぜひね。そうですね。はい、じゃあ。そろそろ。じゃあ V がね。今日、あれね、1個また宣伝あるんですか、ここ。あるの。宣伝というか、いや、これ俺の宣伝じゃなくて、あの、皆さんご存知の方もいると思うんですけど、はい、このニコ7チャンネルがですね、ね、第2チャンネル的な、もう1個チャンネルを、はい、増やしました。おー、すごいね。おめでたいこと。もうハブリーですから、この会社。ハブリー。いや、番組がもう1個じゃ足りなくなったんじゃないですかね、うん、はい、でニコ7プラスっていう、あれ、ニコ7チャンネル会員登録、あ、こっちね、姉妹サイト、はい、そう、姉妹サイト、あの、要するに、うん、第2チャンネル、NHK と NHK 教育みたいな、いい、うん、チャンネルっていうのがね、まあ、分かんないけど、まあいいや、まあ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 、ニコ7の姉妹チャンネル、ニコ7プラスというチャンネルがですね、新しく21日からもう放送始まってます。で、このべっちゃんは、この今見ていただいてるニコ7チャンネルは、パチスロ、の専門チャンネルなんですけども、ニコ7プラスの方はエンタメ総合チャンネルということで、パチスロのこともあるけど、あとスマホゲームのこととか、あと麻雀とかも、麻雀はないから、ある、あ、麻雀もある、そう、麻雀とかスマホゲームとか、あとは何、エンタメ総合っていうとキャバクラ情報とか、あ、本当、すげえ、マジそれ、いろいろ、風俗情報、風俗情報は、え、アトリプ兄さんが、アド兄が、女性を招いて、カラサワ漬けしな、お前、素敵なことがあるの、キャバクラ情報って、あ、キャバ情報、恋のカラサワ的なやつも、はい、めっちゃ面白いよ、これね、いやいやいや、まあまあ、そんなようなチャンネルなんで、うん、で、パチスローに関してはトーク番組だけって言っていいのかな、プラスの方は、いる、パチスロに関してはトーク番組的な、実践はこっちだしみたいな、まあいろいろね、で、移転したエロ君の番組みたいな、あのね、チェロスカンになると、で、あの、僕も実は新番組を、トーク番組をですね、上下のとことん語らせてというのを、やらせていただくことになりました。上とこ、はい、これは、30日からやりますので、よろしくお願いします、はい、と、ぜひ見てくださいということでね、はい、そちらもね、よろしくお願いします、お願いします、はい、さあ、そんなわけで早速行きましょうか、ね、はい、じゃあ実際ね、はい、今日結構あるんでね、 VTR が今日 V があるから、はい、もう楽しよう、朝一のコメント楽しようって言っちゃったよ、はい、いきますか、まず朝一2人のコメントからいってみましょう、まあ、1番の VTR よろしくお願いします。はい、あ、2番で、はい、おはようございます。おはようございます。なんか暗いですよ、2人して。もう雰囲気じゃないですか。ちょっと影になってるところです、まあ、朝の感じじゃないですけど、朝の感じじゃないです、もうね、思いっきり雨でね、雨ですね、はい、寒いしね、はい、なんか最悪な、しかも日曜だしね、はい、じゃあ日曜選んだのはあなた方ですからね、別にそれは最悪って言われたらこっちの話です。2人が忙しいっていうから、ほら、もうゲストさんだからさ、いやいや、申し訳ない、うちはいつでも空いてんだけど、僕がずらしちゃいました。あ、そうなんですね、申し訳ないです、ここしか空いてないっていうから、あ、そうなんですね、俺全然ガラガラだったんですけど、ね、全然仕事ないですけど、ね、本当に、はい、どうもほとんど面識ないんですけど、はい、はじめましてな感じですけど、はい、どうですか、こういうガチな番組に出演していただいて本当ありがたいんですけど、はい、意気込み的なものは、はい、あ、じゃあ、いや、もうめちゃめちゃ緊張しますね勝手が分かんないんでそうそうそう、はい、一応ね、過去のアーカイブは見ましたけれども、うん、何試合か、うん、ね、なか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 そうなんですよね、結構細かいことやる、ね、そうですね、そうですね、はい、まあ、なんとか出るからには頑張りたいと思います。はい、はい、山田文馬さんは、いや、そうですね、やっぱ別にさっきまで全然、まあいつも通りの感じかななんて思ってたんですけど駅の改札ピッて当てた途端にあ、もうここだって思ってもうこの街だって思ってもうちょっと今ね、そんな感じありますよ ね、 そう、ちょっと急に緊張してきた感じですね、うん、まあでも頑張りたいと思います。はい、じゃあね、お互い中堅のライターさんなんで緊張してくれると期待してますんでやめてください、ハードル上がる感じよろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じですけれども、うん、なんかあれだ、シンクドさんってさ、はい、ガイドのあれモデルの後継者みたいな感じの立ち位置なの、なんかニコニコ笑っとけばいいやみたいなさまあ、そっちの意味でか、うん、まで場を掌握するタイプです、うん、掌握するタイプかっこいい、うん、
てかで山ちゃんはほら、はい、マガジンのさなんか、はい、ジャイロの光景みたいな感じ。嫌です嫌です。嫌だな。願い下げです。本当にそういう感じなのかなと思ったけど、まあ、尊敬する先輩ではそういう芸風なのかなって。お互いそれ先輩の芸風を受け継いでるのかな。受け継いでない。僕は受け継いでないです。僕に関しては二、はい、人ともいくつっていうコメントあって、これって結構いくつに見える。多分本当に、ね、さっきから2つ3つあるんです。いくつに見える。俺はあと45分後に52歳になります。うん、報告。報告。ああ、うん、僕はもうすぐ40、今年で49です。はい、見えないな。そうなんですね。見えないだ。おめえだよ。見えない。シンクドさんいくつだと思う？コメントで。どっち、まあ山ちゃんボンバーとどっちが上に見えるかって。山ちゃんボンバーとどっちが上？まあ、ダメ悪だよね。いきなりそんな。そんなバラエティ。山ちゃんボンバーはいくつ言ってもいいんだよ。山ちゃんボンバーいくつ？あ、もう言っちゃっていいんですか？あの40歳です。40歳。結構いってるよね。ね、そこそこの、そこそこ、ね、40、30って言ってもふーんって感じだけどね。うん、ああそうですか、若く見えますね。はい、で春久堂さん、さっきから逆さえ逆さえ、うるさいよコメント。逆さえさ、逆立ちして出ててもわかんないみたいな。そこまで書いてる、そこまで書いてる。僕は、はい、いいですかもう言っちゃって。僕34歳だそうです春久堂さん。34ってだけでみんなそんな笑ってくれるんだ。うわ、俺の人前に緊張したかよ。34成り立てですしかも。成り立て。すごいな。34成り立てで、ついこの間まで33だったっていうことです、ね、だそうです。はい。そんなわけでなんで年のまあまあいいや、あの次の動画行きましょうか。はい、今の、うん、早速ね朝今日押してますか。回転あ回転前はい9時50分ぐらいこれ。これどっちだ。こっちだ。はい、こっちだ。はい、なんだどこ H ではない。H 点からぐるっととりあえず街を一周する感じで。一周って全部見るの9店舗あるからね。一応3店舗見て。H はい、なんだっけ忘れした。 A か H A D D とか言ってる。 H A D で J も見るかもしれないです、うん、一通り割となんかメインの密集地帯後回しにしてる的な感じだね。そうですね、密集地帯は、実践経験があるので。あ、そうか、分かんないとこ先見ちゃおうって。そうですね、ある程度把握はできてるつもりなんです。おお、まあ2人ともそこそこは知ってる街。はい、でその密集地帯がおそらくミドルぐらいしか勝負できない感じだと思うんですよね。粗めの台しか。分かりました、はい、行ってみましょう。行ってみます。なんで9時50分ぐらいかな今。そう、もうちょい、うん、とりあえず抽選には間に合わなかったから、うん、まあまあ大丈夫でしょう。はいはい。いや雨が。あれこの余韻。あ、これも来た。はいはい。はいはい。はい、こんなか。今日もなかなか駅がこんな形してでっかい駅でございますけどもね。ええ、こうまあ細い線路も走って、まあいろいろあるんですけど、最近もう道とか書かないもう危ないんでね。ええ、なんですけど、まあ全然わかんないの。旧店舗。全然わかんない。で、周辺もいいからそれ。はい。いいからそれ。こっからこの辺から回ろうと、あのね、これね、割とこの辺が中心部的なメインっていうのは大きいお店で固まってるんだけど、わざとなんか外堀から固めようみたいな。春久堂さんは。H からまず行ってみます。でこの辺も見てからのこんな感じっていう方針というそうですことを言ってたのね。はい、今、はい、そうでございます。なわけでも今こっちに向かってたところ。はい、そして次、はい、3番4番か次。はい、山ちゃんは山ちゃん、はい、4番、はい、4番どっちお願いします。はい、もうついちゃうじゃんこれ。いやいや、ついちゃいます。これすぐじゃないですか。すぐじゃん。まだ回転してないですよ。回転してないね。1点目は、はい、1点目は、いい点ですかね。はい、はいはい、もうちょっと見てみようかなっていう感じですね、はい、結構この止め打ち NG の店多いんですよ、はい、まあね、今正直ね。あ、だからまあまあ NG じゃない緩めの店から回ってみようかなって思ってます、うんうん、ここ言わないんだ、はい、ここうるさくない店になっちゃったんだ今となっては。昔はよく言われてました ね、 ね、そ
最近はね、なんかだいぶ緩いですね。緩かった。はい。なんかちょっと見えてる、ちょっと見えてる。はい。ちょっと見えてる。見えてる。どうどうしたらいい？でも電車が見える。電車が見えてる。バレバレじゃないですか。めっちゃ並んでるし、どうしたらいい？機種的にはどんな感じですか？はい。機種的にはどんなタイプか。いや、結構一応だ。